ね、今から行く快活、これ快速乗ると止まらないんで、行き次の27の普通で行きます。停車中の電車は16時17分発。席空いてるな、先行こうか。はい、南彦根駅です。もうこういうのがないと降りることないような駅やけどね。こっからね、国道8号かな、なんかリバーシティ彦根っていうのがここにあるんでね、これ突っ切れるんやな。ラマンもここで返したよな。すごいね、ここフィーザラス、こっちエディオンとかあるわ。彦根もまだちょっと雪残ってんな。フィールワゾーってドラッグストアのことかな。なんか映画館とかも入ってるんですよね、これ。すごい暇つぶすのになりそう。てか戦国さんとここあるし。あ、てか令和3年12月28日に閉店って書いてる。なんや。せっかくコーヒー無料券使えるかなと思う。まあそこは、あの感じだとイートインできへんやな。うわ、すごい、野上がある。完売って書いてある。こんなとこにもちょこっと野上あんねんな。もうすげえ、雪の塊。この上信の交差点を、あ、見えてる。ってことは、そこで渡らなきゃいけない。さあ、3分だけ使えるかな。正面こっちやな。この辺がいいんじゃない。はい、やってまいりました。快活クラブ彦根店ですね。あ、結構でかいな。ここはね、料金安いんですよ。あ、でも土日週く200円ましたよな。それはきついかな。すまねん。さみちゃん、あそこ。こっちビップルームやな。ここのビップルームは2人料金取られるんだね。こっちにシャワールームあるな。ちょっと後で快活ツアーです。後で。あ、トイレのまんまやな。うるさいかな。クラブもう一回見直したいな。
ムダル。あ、70まであんな。そこそこ数あるわ。あ、これや。1巻しかないんだよな。これちょっと借ります。これ21年12月でしょ。まだこれ1巻出たばっかりなんですよね。あ、リングですもん。これ6巻から出んやな。早く7巻欲しい。トイレ、最近この車椅子用のトイレあるな。4つもある。あ、これだ。で、こっちがカラオケルーム。ちょっと心配なのはこのカラオケルーム抜けてから鍵付け個室があるんですよね。ソファールーム広いな。ここワンツーないんやな。これがビップルームやな。ターミナル4つがビップルーム、で、シャワールームが2つ。あ、ここは本当好きや。ありがたい。でも早々にシャワー入りに来なかったな。飛ばすと。で、洗濯機。洗濯機の電気で、ディスパーションだよ。で、鍵付き。こっちの方が静かそうやな。っていうのもこれトイレの真ん前なんですけど、ここのトイレね、便座が1個のタイプですね。おいで、ここさ
応鍵付き防音個室って書いてあるけど、あんま防音なんか分かれへん。ここさ、リモコンがあんのよな。てかテレビかこれ、普通に使えへん。あ、来た。これ毎回で乗っとしいな。これ何とかしてほしいな。なんか解像度悪いな、画面でかいくせに。あ、テレビは、テレビアプリあるわ。どっちにつながってんねやろ。あ、やっぱこっちにはつながってないんや。ってことはテレビみたいな時はこれやな。と地上難しいな、ほんで、ほんまに。そして迎え入力切り替えどこ。ちょっとそれさ、嫌な感じじゃない。食感とかも美味しいけどな。美味しい。めんどくさいな。はい、そんな感じですね。ちょっと先に晩ご飯調達しておきましょうか。で、シャワー浴びて、で、食べながらまた語っていこうかなと。ここ素晴らしいよな、スターバー入ってるし。マクドナルドもあるな。ここ素晴らしいな。マクド、ケンタッキー、ミスドが隣り合わせ、やばいな、ね、入り浸れる。多分中取ったらないのな。中取ったのな。はい、それではもう疲れた今日。ヘトヘトや。はい、シャワー出たんでね。はい、コインランドリー。よし、ダウン。シャワーもね、浴びて今洗濯中ですけど、7時になりましたね。滞在2時間ですから、まあ5時に入ってるんで、どうしようかな。15時間で朝の8時でしょ？18時間で11時やからな。18時間おってもええねんけどな。てかこのモニター解像度低く。めっちゃガタガタや。彦根店ってことで、JR のね、南彦根から、この、528号線、ここずっと、あ、ここ取引あんねんな。まあまあいいけどな、もう今日は、まあ飲みに行かんとこ。今日はね、もう飲みに行けへんって決めたんで。で、ここにビバスティっていうでかいね、ショッピングモールみたいなのがあって、なんかこれ、なんか平和堂のなんか、なんかな、ここ。角にね、スタバもあって、素晴らしいとこですね。これなんか戦国参道って書いてるけど、もう、去年末で閉店したって書いてますよね。残念。で、ここに中尾があるんですけどね、吉野家がないですね。これ、快活ここね。快活ここね。快活ここ。裏側にこれ、スーパーとか、ドラッグストアとかね、かまど屋、これ弁当屋さんですよね。とかいろいろありますけども、この近江鉄道の駅の高宮か。こっからの方が、まあ、近いっちゃ近い。うん、まあ、ちょっと今回ね、JR でずっと乗ってきたんで、こっから歩いてきましたけども、はい。で、吉野家がね、結構北の方に行かんとなかったんで、まあ、
ちょっと今回はこのビバシティで買ってきました。で、料金関係ね、料金関係ですけれども、はい、これ普通のブース、飲み放題カフェがこっちね、飲み放題カフェ普通のブースと鍵付きですね。うん、まあ6時間で1400円でしょ。で、鍵付きも9時間で2300、12時間で3000いかないですよね。15時間でも4000いかないんですよ。で、18時間でね、4000いくんで、まあリーズナブルじゃないかなっていう気はしますけどもね。24時間あっても5000いかないですからね。うん、ほんでナイト8時間で1850円、安いですよね。うん、で、これなんか土日宿100円って書いてるけど、表のやつ200円って書いてたよな。ダーツ、ビリヤード、カラオケは100円かかりますって書いてるな。さらに100円かかるってことなのかな。モーニング無料ありますよと。で、ここただね、あれ、ちょっとフロアマップ見ると、ね、これ入り口ね。これ入り口ですよね。で、入ってコミックあって、ずーっとこっちに歩いていって、で、まあマッサージ4つありますよね。んで、ここ曲がって、これ全部カラオケですよね、ここね。カラオケ、カラオケ、カラオケ。カラオケ。ほんで、カラオケ。で、VIP ルームが前に4つあって、で、鍵付き、鍵付きですよね。で、ここに、ま、今おるのここですわ。で、真ん前にね、トイレがありますと。で、シャワー2個で洗濯機ですね。うん。これいいんですけども、まあ、このカラオケの音が、今の感じだと入ってこないんで大丈夫かなと思うんですけどもね。夜中寝てる時になんかやんわり歌声が入ってきたら嫌やなっていうのはちょっと心配ですけど。はい。うん、ただね、こう、めんどくさいね。だいぶ遠いもん。こう行かなあかんからな。鍵付きこの辺におってもこう来なあかんやろ。こう行かなあかんからな。で、ここの3つが、あの、鍵付き専用の飲食スペースになってたんで、まあ、ここ、夜はドリンク飲みながら、ここで漫画読もうかなと思いますけどもね。モーニング無料もなんか、どこに置くんやろな、モーニングの。この辺スペースあったかな。トイレがね、こっちにあるのはありがたいですね。鍵付き個室から、もうね、こんなずっと歩いて行ってられないですもんね、鍵付きから。ただここはね、あの、便器が1個ずつしかないタイプの、もう個室だけのちっちゃいトイレなんで、まあ誰かおったらもう一撃で埋まっちゃうやつですね。ビバスティで買ってきましたね、こちらね。天津飯と、ミートソースドリア、と、缶ビール。レンジのままやってないんでね、生ぬるいかな。もう東京みたいに電子レンジ欲しいよね。東京の快活素晴らしいね、やっぱり。今日一応ね、仕事で関ヶ原の方に行ってたんで、まあ、そのままね、途中下車で彦根に降りて、ここ来ました。あの、南彦根ね。なんでまあ交通費はね、経費で落ちてますけどもね。これあれかな、割り箸ったかな、いけるかな、スプーン一本でいけるかな。いただきましょう。これでね。乾杯。洗濯機大丈夫かな。いただきます。天津チャーハンの方がいいんやけどな。天津チャーハンってあまりスーパーの惣菜にはないよね。うまいけどあったかい方がいい。冷たい。なんかお吸い物とか味噌汁持ってきたい気分。うん、まああの、飲食スペースで食べりゃいいんですけどね。ここで食べるんだよね。うん、これうまいな。ドリア。
よく見たらご飯ご飯やったな。ドリア。てか最初のドリアって見てなくて、なんかグラタンかなまでパッとなんか表面だけ見て買ってきてしまったから。ちょっと旅動画別にあげると思うんですけど、関ヶ原のね、最初にあの戦国サンド食べて、で途中であの上石津の方であのリンゴのピザ食べて、でこれですからすごいバランスが悪い。炭水化物だらけやな。雪村サンドやったっけ、鶏のささみカツやったかな。あれで唯一肉食べた感じやな。あ、これうまいな。でも、うん、出来立てやったらほんまうまいやろな。でもこれが400円やで、天津飯が割引で278円。多分そこそこ夜遅くまで起きてるんで、明日別に用事ないんでね、この調子やと夜食食べてまいそうやな。スピード測るの忘れてた。ここめちゃくちゃ速いな。下り270、上り320やって。快適やね。1時になってしまいましたわ。もう快活でダラダラ起きてたらなんか食べてしまうし、もうひたすらソフトクリームとかね、甘い飲み物飲んでまうんで、もう早く寝るに越したことないんですけどね、なんかね楽しい夜を過ごしてますわ。じゃあちょっともうね、もう寝る準備できたんで、今日はこれで寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。もう8時半やな。なんかね、めっちゃ寒いんですよね、これ。ここ、なんか暖房出てなくてね。でもブランケットを追加で持ってきて、重ね着して寝てたんですけど、なんか寒かったわ。おかげでなんかもう3度寝ぐらいしてもうて、この時間です。ね、もういろいろ準備してちょっと、朝食行きますわ。もう15時間超えと思うんで、はい。腰が痛い。ここあれやな、奥まってて遠いのが厄介。
ミニポテト、はい、プレーン、普通のやつでお願いします。プレーンを2つですか、はい、8時間になろうとしてます。結局料金はラーメンとポテト食べたんで550円増しで、もう5000近くいっちゃったな。はい、もうあれやな、今日も2月27なんですよ。だからポイントの締めが昨日やったんで、もうこれ3月分算入されるんで、もうこれ、まあ、ほぼほぼあれですね、もうちょっとでゴールドランクぐらいになりましたね。3月行く前にね。はい、まあ、いつも第一週ぐらいでもプラチナ会員確定しちゃうんでね。はい、そんな感じで帰りましょう。忘れ物ないかな、忘れ物ないかな。ここほんまに寒いわ。なんか暖房が効いてんもんな。開発から伊勢店でした。あ、ほんま腰痛い、やばい。